はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ヨハン・アンデルセンです。さあ、本日なんですが、宝玉銃デッキがめちゃくちゃな強化を受けましたので、使っていこうかなというふうに思っております。以前ね、ご紹介した時はユニオンキャリアっていうモンスターがですね、まだ使えまして、モンスターがですね、スプライトとかいうぶっ壊れテーマのせいで禁止になりまして展開ちょっと変わったんですけども、新規がね、追加されてかなり展開しやすくはなりましたので、ご紹介していきます。まず新規カードなんですが、心の駆け足ですね。これと、攻撃心覚醒、これを、砲撃の奇跡、これをね、採用してまして、展開に使うのはこの心の駆け足と、砲撃心覚醒です。はい、この2枚プラス、虹の駆け足、おわ、砲撃の絆、おわ導き、どれか、まあ、どれか2枚の組み合わせ揃ってれば、大体、レインボー、ワンターン、究極砲撃支援、レインボードラゴンがいきます。まあ、ワンターンでこれが出せるっていうことは、このレインボードラゴン、オーバードライブになれるということですね。一応ね、展開ルートというか、まあ、展開の組み合わせがいくつかあるんですよ。なので、どうしようかな、概要欄かなんかに貼っていこうかな、忘れなかったら。はい、展開ルート結構多くて、なんかデッキレシピだと全部書けなかったんですよね。文字数制限でニューロンのデッキレシピだとちょっと書けなかったんで、なんか概要欄に忘れなかったら貼っときます。で、このデッキのね、エースがね、これなんですよ。究極砲撃支援レインボードラゴンオーバードライブ、これがめちゃくちゃ強い。出し方が結構癖あって、自分が究極砲撃支援モンスターの特殊が成功してデュエル中、自分のフィールド墓地の上記カードを除外した場合に特殊ができるよと。究極砲撃心モンスタープラス砲撃銃モンスターかける7、これをね、除外してできないんですね、フィールド墓地から。あ、ちなみにフィールド墓地のモンスターじゃないといけないんで、要は砲撃化してるマホタルプゾーンにあるね、砲撃銃じゃダメなんですよ。だからこれがちょっとね、難しいところですね。で、効果、まず打点が除外されている砲撃銃モンスターが7種類の場合は7000アップしますっていうガチでやばいこと書いてありまして、大体まあ7種類除外できるんですよね。これが出せるんで。だから、1万1000には基本的になる。打点が。このモンスターの打点が。強すぎ。で、2番目。自分相手ターンにフリーチェーンで打てる効果。このターン、戦闘を行っているこのカードをリリースすると、フィールドのカードを全部、持ち主のデッキに戻して、除外されている自分の砲撃銃モンスターを2位の数だけ特殊召喚できるよと。これね、先行で使っても、後攻で使っても、この効果強いんですよね。相手の、カードを全部リセットできるし、リセットできるし、あと普通に先行でこいつ立てておいてフリーチェーンで打っても強いんで、これはね、とてもいい効果ですね。これは非常に強い。で、この砲撃の絆っていうカードはまあパワーカードなんで、使ったことある人もいるかもしれないですけども、新しいね、この心の駆け足っていうカードと砲撃心覚醒、これがね、すげえ強くて、まあ、特にこの心の駆け足がめっちゃ強いです。効果ね、自分は通常召喚に加えてメインフェーズに砲撃銃を出せると、だからまあペガサス2回出すことができるんですよね、これ最強で。2番目、メインフェーズに、自分の手札かフィールドの砲撃中カードを破壊しながらデッキから砲撃魔法トラップカードを手札に加えると、何でも加えられます。これ導きを基本的には加えることになりますね。強いです。で、3番目で砲撃中カードが魔法トラップゾーンに置かれたら相手のフィールドのカードとこれをバウンスできる。もうなんか123全部強いんですよ。最強です。で、他にも、カウンタートラップ、これもね、砲撃銃がコストにいるんですけど、自分のフィールド上の砲撃銃カードを破壊すると、なんか相手が発動した効果何でも無効にできると。で、さらに墓地に存在する状態で砲撃銃カードが、魔法トラップゾーンに置かれたら、こいつを除外して自分の手札で墓地から砲撃銃を永続魔法カードで置けるよと。まあね、こういうね、なんかその2個ぐらい効果があるカードが増えまして、めちゃくちゃ強くなりました。展開通ればものすごくね、盤面にモンスターが並ぶので、普通にアポロウーサ4素材、まあファイアウォール、それから、まあ、レインボーオーバードラゴンみたいな、まあ、盤面も結構できますんで、めちゃくちゃ楽しいですね。はい。まあ、ちょっと、展開通んないと、まあ、最後までいけないから、まあ、一応、レベル4みたいな並んだだけで出せる、なんか、バグースかとか、そういうのは、入れてます、一応。はい。まあ、枠があれば、普通にフュージョンデスティニーとか入れてもいいですしね。まあ、枠があればね。ちょっと、誘発入ってるんで、枠ないですけど。一応、なんか、この誘発をね、抜きまして、なんか好きなカード入れてもらえば、フリー対戦とかでも使えるかなと思うので、砲撃銃好きな方はぜひね、組んでみてください。早速このオーバードライブのパワー見せていきましょう。デュエルスタンバイ。我が名はヨハン・アンデルセン。アドバンスの砲撃銃は捨てたため
ヘルヨハンではない。この魔法2種から大体いけんですけど、魔法2種ゲーではあるこのゲーム。まずは宝玉の絆を手札に加えていくぜ。そして宝玉の絆を発動。書いてることこのカードやばくて、デッキから宝玉獣モンスターを手札に加えながら、自分のフィールド上に究極宝玉獣レインボードラゴンを置く。そしてレインボードラゴンの効果、まあ、これ動きできるの強いよね。宝玉獣って結構展開力、まあ、展開通ればですけど展開力結構すごいので、まあ、割となんかいろんなデッキ組めると思うんですけど、私は今回純正で使っていこうかなと、思ってます。さあ、宝玉獣サファイアペガサスのモンスター効果発動。アンバーマンモスを置きまして、そして、宝玉神覚醒を発動。自分の手札に存在するレインボードラゴンを相手に見せびらかすことによって、デッキから架け橋カードを持ってくることができるぜ。これで心の架け橋を手札に加えていく。そして、心の架け橋を発動。心の架け橋の効果により、フィールド上の、宝玉獣フィールドとか手札かフィールドの宝玉獣を破壊し、デッキから宝玉カードを手札に加えていく。サファイアペガサスを、魔法トラップゾーンに置き、ふん、なんかこの破壊された時のさパーンみたいな音なくてふってなるのなんかちょっとあれだよねなんかわってなるよね。なんか効果音がさパーンって破壊されないからさってなるわけなんだよね。でルビーカーバンクル君の効果、エーフィーの効果によってブラッキーと、これ何ちょ分かんない、サワヤペガサスとアンバーマンモスを、魔法トラップゾーンから前に出し、そしてコバルトイーグルを魔法トラップゾーンに置いていくというサファイアペガサスの効果。サファイアペガサスが単一がないのでね、結構強いんですけど。でアメジストカット、心の架け橋ちなみに発動していると召喚権が1回増えるぜ。宝玉獣の召喚権が。そして、レベル3に対、待って、レベル3ってまだなんかいたっけ、もういねえか。テレビに出す必要ない、タイガーねえよな、タイガーねえんだよ、タイガーないから、これデュガレスするしかねえのか。つまりしょうがねえな。何送れんだっけ。もうないよ。そうだよね、ないよね、ないから、そうだよ、もうレベル3もねえもんな。アメニストキャット出したもんな。だからですね、デュガレスでペガサスしないと。これがね、このデュガレスの効果使わないと、ユニオンキャリアがちなみにいると、デュガレス使わないで今いけんですけど、ユニオンキャリアがスプライトとかいうデッキのせいで禁止になってまして、これも全部ね、スプライトとかいう犯罪者できちゃいけないんですよ。デュガレス効果使っちゃうと次のメインフェーズスキップされるんですよ、1が。だからすぐバトルフェーズ入んないといけなくて、なんかそこがね、ちょっとね、弱いところではあるんだけど、まあでも言うてね、バトルフェーズ入った瞬間に勝てる打点を用意しておけばいいので。さあ、黒シープを特殊召喚していく。そして、フィールドのモンスターでマスカレーナを一応出しといて。ちなみに、今、フィールド、墓地に、すでに、もう7種類の宝玉が揃っているため、うおー、究極宝玉神、レインボードラゴンかっこいい。そして、レインボードラゴン一体で融合、うおー、究極宝玉神、レインボーオーバードラゴン。そして、黒シープのモンスター効果。融合モンスターがリンク先に出たため、自分の墓地からモンスター特殊召喚、ルビーカーバンクの効果発動。さあ、この効果によってまた前に出てくぞ。で、宝玉の奇跡ないので、普通に全部使っちゃっていいの、これ。4素材いきましょう。で、マスカレーナも一応残しておいてね。そして、4体のモンスターで、リンク召喚、現れろ。あ、ここ何でもいいです、これ、正直。結構。なんかリンク4だったら別に強そうなやつだったら何でもいいっす。はい。まあ、別にアクセスとかも出せますし、ファイアーウォールとかも出せますし、ファイアーウォールちなみに、相互リンクにすると一応レインボー回収できるっていうコンボあるんですけどね。そして、これが、新規、エースモンスターだぜ !7 種類の宝玉獣、そして、究極宝玉神をゲームから除外し、現れろ、レインボードラゴン、オーバードライブ、波紋、波紋失踪だと。カード1枚セット、まあ、これで今日はこんぐらいで勘弁しといてやるわ好記録12000つー。あちなみにオーバードライブ君が打点が強いだけじゃなくて、普通にオーバードライブの効果でなんか自分をねリリースするとなんかフィールド上のカード全部デッキバウンスっていうガチでやばい効果あるから、
まあ、墓穴めっちゃ踏むんだけど、まあ、その効果を使うと、あ、ヒール出た。10台じゃないか。10台。相手にとって不足がない。ヒーロー。加えるのはちょっと、アポロウサ君で無効にするか。ウサ君4歳なんでね。ウサ君4歳なんでかなり、強力な制圧となっております。モンスター効果を一応ね、まあ、2回くらいから体感、打点下がるから。体感2回くらい無効。パリスも普通に無効。これで、もうファリスは展開できない。OK?OK? ファリスは1ターンに1回なんでね、発動できるのは。使用できるのは。さあ、あとは、何 ?EN ウェーブ。つえ。あいつ、つえな。やるじゃないか、10台。10台新しいモンスターを実装してくれたらしいな、運営が。やるじゃないか。ミラクルフュージョンどうぞ。大したモンスター出てこないだろ、これ。ミラクルフュージョンで、サンライザーは出せねえから、何これ、何出せんのこれ。風風か、トルネードか、トルネード来るか、グレートトルネード来た。やばい、攻撃力が半分になってしまう。まずい。それは別にいいか。EN ウェーブ。やばい、チェーンで隠された。まずい。アポロウサの効果で無効にできない。ただ攻撃力はハムだと思って5500あるぜ。俺の攻撃力はオーバードライブの攻撃力は1万1000がハムだったところで5500ある。さあどう突破する。クソモグラ来た。おい10代そのクソモグラ俺は嫌いだぜ。どっちかというとそのモンスター嫌いな方のモンスターだぜ。そうはさせない。奇遇攻撃シーン、レインボードラゴンオーバードライブの効果によりフィード上のすべてのカードをデッキにバンし除外されている。翻訳中のモンスターを5体特殊召喚することができる。再び現れろサファイアペガサス、トッパーズタイガー、アンバーマンモス、結局翻訳中の方のレインボー、そしてコバルトイーグル。うわー翻訳中は蘇える。ちなみにもう7種類はないから結局攻撃神は出せないんじゃないか。これわかんねえ、7種類あったっけこれ。1,2,3,4,5、いや除外されてるからねえな。いやただバトルフェイスに入らなければならない。もうすでにドゥガレスの効果は重い。ただこいつらで全員殴るともちろんライフポイントは全て削ることができるぜ。うわー10台、これが新たな攻撃銃のパワーだよ。魔改造されていてつまんな。宝玉銃、なんか、悪用できねえかなと思ってんだけどさ、救いの駆け足が今回ちょっと来てるんで、なんかフィールド魔法をね、なんか使って、なんかやばいことをできそうな気がするんですけど、出張パーツかな、サイバードラゴンはちょっと機械複製術に裏打つわ。サイバーネティック、あ、そっちか。サイバーネティックホライゾン入ってる方ね。じゃあね、どうしようかな。どっちこうだろうな。そのタイプは多分ね、キメラかな。キメラのサーチにうららが一番強いと思うわ。多分展開としては、なんか他は全部すびっかれてる可能性あるから。キメラはね、あのパワーボンドをサーチしてなんか融合、墓地のモンスター融合できるよっていう効果なんですけど、あれうらら止めると結構強いと思うんで、そこまで頑張りましょう。ホイオヘルカイザー、サイバーダックキメラ。ちなみにレジェンドアンソロジールール、これ実はあの砲撃銃めっちゃ強いとかある。ここクリティカルだから、ここあのデッキ多分クリティカル。パワーボンドサーチできなかったら多分相当きついと思う。これね、効果無効になってるから多分ね、墓地のモンスターも融合さんにできないと思うんだよね。墓地のモンスター融合さんにできますよみたいな効果あるんですけど、キメラがね、パワーボンド持ってこれれば、多分持ってこれてないから多分墓地のモンスター使えないんだよね。これドヤ顔でこれサイバードラゴンズイガーかなんか出てくるだけでしょ。オッケーオッケー。いや、まあ言うてそこまでしくらいしかできねえもんな。はいはい。いいでしょう。で、これオーバーロードフュージョンって言われて終わる。あ、オッケー。オーバーロードフュージョンって言われて終わる可能性あったけど。まあ、貫通札はどの時代でも飛んでくるもんだからな。さあ、虹の架け橋を、虹の架け橋なんだ。虹の架け橋、なんか三時のおやつみたいになってよ。虹の架け橋発動。で、宝玉の絆ある。虹の架け橋はちなみに太鼓のカードなんで一応ターン1ないので、いっぱいサーチができます。一応砲撃の導き持ってくるか。まあワンチャン止められることは多分ないとは思うけど、一応導き持ってきて、砲撃の絆初ドゥ。
ワンキル取るときは何出せばいいかって話なんですけど、変わんない先行と基本的にレインボードラゴンオーバードライブが攻撃力1万1000になるんで、それで投げればいいんで、基本的にはレインボーオーバードライブを出しに行くことを目指していけば大体なんとなるかという感じですね。はい、で究極砲撃銃、レインボードラゴンの効果、獣レインボーの効果によってタートル出てくる、そしてレインボードラゴン持ってくる、これ2体出せるんで、これ神ゲーで、サファイアペガサス召喚して、サファイアペガサスの効果発動、サファイアペガサスの効果により、自分のフィールド上にアンバーマンモスを置いていく。ヘルカイザー、勝利のみをリスペクトしていたところで、お前は現代遊戯王には勝てない、ハルウララ1話で止まるようではな。まあちなみにこれで今はそこそこハルウララで止まりますけどね、割と普通に砲撃の導きって言った瞬間にあウララでって言われるとグッてなるやつからあるから、グッてなるやつあるから。で心の駆け足効果、ヘルジョーのサファイアペーカサスを破壊することによってデッキから砲撃の、奇跡、これカウンタートラップですねをサーチして、そして架け橋の効果発動、魔法トラップゾーンに砲撃が置かれた場合、相手のフィールドのカードとその心の架け橋をバウンスできる最強、これダメージ的にも使いますって書いてあるんですけど、ちなみに、はい、強いですね。さあ導きの効果、さああとは砲撃を7種類集めるだけだぜ。そしてルビーカーバンクルの効果発動、ルビーの効果によりサファイアが特殊召喚され、さらにマンモスも特殊召喚できるゾウさんが出てきて、さらにペガサス効果発動、ペガサスの効果によりデッキからトパーズタイガーを魔法トラップゾーンに置く、さらに心の駆け足を発動、レベル3のモンスターが2体でリンク召喚、現れろケビーニ、そしてケルビーニの効果発動、レベル3モンスターをデッキにぶち込んで、そして召喚権が増えているため、いや先にこっちか、召喚条件はカード名が異なるモンスター2体現れろ、リンク召喚スシープ、これもなんか羊だし、なんか7種類目の砲撃っていうことにしてくんねえかな。そうすれば結構デュガレス使わなくても展開できんねえよ。黒シープ砲撃銃っていう扱いにしてくんない、黒シープ無理かな。で7つの砲撃が揃った時がどうのこうの、究極砲撃神レインボードラゴン、うおー、そして究極砲撃神レインボードラゴン1体で融合召喚、あらあらろ、究極砲撃神レインボーオーバードラゴン、融合モンスターが出た時びっくりして黒シープの効果によってルビーカーバンクルがまだ特殊召喚され、そしてルビーの効果によって魔法トラップゾーンのトパーズが前に出る、うおー展開力だけはマジですごいでしょ、展開力ほんまにすごいんですよね。で、あと、あ、ちなみにこれファイヤーウォールとかを出してでリンク2で総合リンクしてあげればレインボードラゴン回収できます、もちろん。だからレインボードラゴンを、まあ、すべき前提ですけど3体並べるとかいうこともできますね。まあ、今回はちょっとトリプルレインボーを見せたいなと思います。トリプルオーバーザトリプルレインボーをレインボーオーバードラゴンオーバードライブを見せていこうと思います。ちょっと優作からパクってきたカード一回作って、あ、だから砲撃銃じゃダメか、これミスった、まあ、いいや。砲撃銃モンスター結局除外されるからあまり場面に残しても意味がない。でアポロウサギちゃん出していくで、ちょっと意味がない展開しちゃった、まあ、いいや。7種類の砲撃が揃った時どうのこうの、行けレインボードラゴン、さらに自分のフィールド墓地の究極砲撃神、そして砲撃銃モンスターを7種類ゲームから除外し、7種類とか7枚か、これは7枚ゲームから除外し、現れろ究極砲撃神レインボードラゴン波紋疾走、うわーバトル、うおーサンライトイエローオーバードライブ、それジョナサン・ジョースターだっつってね。対戦ありがとうございました。増殖する G は来ているので、これ手数がね、まあそんなにいっぱい出るわけじゃないから増 G が通ったところで感はあるんだけど、ぶっちゃけ、まあ、増 G 出んだったらね、やっぱね2ビル1枚くらい入れた方がいいみたいな話はね一応あるんだけど、はい、まあ、相手が貫通して動いた時のために、まあ、スプライト環境だったからちょっと2ビル入れてないけど、
今やあんまいなくて石津とかすげえ増えてんじゃない、なんか割とね。だからまあ普通に入れてもいいかもしれないですけどね。いよいよめちゃめちゃドローさせてくれるけど全然裏だこねえやばい、裏だもぐさぎもキアしねえ、ベルトやらこんだやばいって。何これ、デスフェニー、そんなデスフェニーだったらまあ全然なんとかなるでしょう。デスフェニーはね問題ない一切。何、レッドアイズ、え、メテオブラックドラゴン、ジルドラス強い。え、これ城之内くんじゃん。いや城之内くんじゃねえか、城之内くんじゃねえわ、あのフブキングだ、フブキング、フブキングやこれ。まあ、GX だからね。やばい、それはちょっと待って、フブキングくん、あおい、おふざけんな、ふざけんなし。